兵士と笑う女は、オランダの画家ヨハネス・フェルメールが1655年から1660年の間に描いた絵画。士官と笑う娘、士官と笑う女などの日本語表記もある。キャンバスに油彩で描かれた作品で、2020年現在、ニューヨークのフリックコレクションが所蔵している。フェルメール作品の特徴である窓辺の人物、光の表現。 絵のサイズなどが揃った最初期の作品とされる。また、フェルメールが制作にカメラオブスクラを使っていたという仮説が出たきっかけの作品でもある。フェルメールはオランダの風俗画の提携だった要素を減らして独自の風俗画を表現した。制作時期について、所蔵官のフリックコレクションは1657年、アーサー・ K ・ウィーロックとアルバート・ブランケルトは1658年、 小林より子は1658年から1659年としている。フェルメールの研究サイトであるエッセンシャルフェルメールでは1655年から1660年の間としている。窓辺で手紙を読む女や牛乳を注ぐ女と前後する時期にあたる。オランダはスペインとの80年戦争に勝利して独立を果たし、大西洋やアジアに進出して、 海上帝国として成長した。オランダ東インド会社によって、オランダ本土に貿易品が集まり、フェルメールが住むデルフトも繁栄した。政治体制は王政から共和政となった。国境はカトリックからプロテスタントとなり、教会の内部を宗教画で飾るカトリックの習慣がなくなった。社会階層は、戦争時の王公貴族に代わって、商人に代表される、 富裕市民が力を持つようになる。経済では、個々の商人の活動に代わって、会社組織が活発になった。共和国として独立したオランダ社会の変化は、美術にも影響を与えた。市民による絵画の購買が増え、新しい市民層の顧客は、大型の宗教画や歴史画よりも、自分たちの姿や土地を描く作品に関心を持った。市場では、 日用品のように手軽に絵画を買う機会も増えた。それまでの有力な依頼種であった教会や王公貴族からの注文は減り、画家は聖書や物語を題材とする絵画から風俗画へとスタイルの変更が求められた。フェルメールが活動した17世紀半ばには写実的な風俗画の形式が整い、洗練された仕上がりの作品も好まれるようになっていた。最初期は、 宗教画を描いていたフェルメールを同時代の作品から学び風俗画へと移っていく。兵士と笑う女はその過去期の作品にあたる。窓辺で男女が談笑をしており、二人は構図と光によって対照的に描かれている。女性は半ば開けられた窓からの日光を受けて輝いている。これに対して男性は壁やテーブルクロスの明るさに対してシルエットのようになっている。 男性は背面を向けているため、表情と左手の様子はほとんど見えない。女性は笑顔を浮かべて開放的であり、白いズキンと黄色いドレスも明るさを強調している。女性の表情から男性も会話を楽しんでいるであろうことが推測できる。鑑賞者は男性の肩越しに見るような構図になっている。人物の明暗が明確なため、二人が光を囲んでいるような効果を与えている。 これは、カラバジョ風の画家を指すカラバジストから続く表現だが、人物が正面から向かい合う配置は、フェルメールの作品としては珍しい。投資図法を意識して作図されており、閉じた窓枠の消失点は二人の中間にあり、二人の視線は消失点とほぼ同じ高さに揃えられている。開いた窓や、男性が座る椅子の枠は、左側の消失点に集まるようになっている。 女性の頭上にある地図の下側、男性の額へと達しており、二人の心理的な距離が近く見えるようになっている。向かい合っている二人のうち、手前の男性は女性に比べると大きく見え、奥行きが見て取れる。男性の大きさに加えて、後方へ伸びる窓枠によって遠近法が強調されている。前傾の半分近くを占める男性の大きさは、広角レンズや突面鏡から見た。 光学効果に似ている。そのため、フェルメールが光学装置を用いて制作したという説のきっかけとなった。兵士と笑う女はフェルメールが様式を確立する過渡期にありながらも、光の表現、厚塗りの処理など、彼の特徴が見られる。後の作品では、人物の見かけが大きく異なるように描くことはなく、なるが、左側の窓、 奥の壁との平行などの要素は引き継がれていった。女性の拡大画像。当時は歯を見せる笑顔は愚かさや罪深さを暗示し、娼婦に多く見られる表現だったが、フェルメール作品にはその種の教訓的意味は薄い。二人きりの男女が描かれている。オランダの男女の交際方法は、フェルメールの生きていた時代に大きな変化の途上にあった。 かつては交際しようとする者が二人きりになることは許されなかったが、特に都市部では二人での会話が普及しつつあった。絵画で描かれる男女関係も変化し、商家とは異なる家庭の室内における男女の駆け引きが登場するようになった。フェルメールにも明確に商家を題材にした鳥文字女があるが、この作品では新しい交際の形を描いている。 それまでのオランダ海外で男女がワインを飲む場合は、商家や宿屋を背景にしていた。この絵でも女性がワイングラスを持っているが、二人がいるのは日常の家屋であり、性的な要素は明らさまではない。しかし、女性の左手が手のひらを上にした仕草は、金銭を求めているようにも見えるために解釈に幅をもたらしている。女性のモデルは、 フェルメールの妻であるカタリーナ・ボルネスと推測されている。カタリーナは窓辺で手紙を読む女や天秤を持つ女など他のフェルメール作品でもモデルになっているとされる。男性の拡大画像。フェルト棒は裕福なものが被るタイプになっている。女性が着ているのは絹のガウンである。フェルメールはこのドレスを窓辺で手紙を読む女など計4つの作品にも使っており、 好んでいたことが伺える。テーブルの下は暗くて判別しにくいが、女性は青いエプロンを身につけている。青色のエプロンは火事で汚れが目立たないとして、当時よく使われていた。おそらく女性は火事をしており、そこに男性が訪問して会話が始まったという状況が推測される。男性の赤い上着は兵士が着用したもので、特にデリフトの民兵の将校のものである。 フェルメール自身も伊手の地位にいたことから、社会的地位のある民兵としてこの絵のような服や帽子を持っていた可能性がある。同時代の画家では、ピーテル・デ・ホーホの作品や、ヘンドリック・ファンデルブルク、トランプをする人々などにも、同様の服装が見られる。フェルメールの作品では、鳥持ち女にも赤い上着の男が登場する。男性が被っている黒い帽子は、 裕福なものが身につける品物だった。当時はフェルト製の帽子がステータスシンボルであり、北米から輸入された高価なビーバーの毛皮製と安価な羊毛製に分かれていた。羊毛のフェルト帽子はクラップマッツと呼ばれ、円が垂れ下がる形なので、男性の帽子はビーバー製だとわかる。フェルト帽子は流行し、帽子にリボンを巻いたり飾りをつけることも行われた。 家中の男性の帽子ははっきりと判別できないが、飾りかリボンのようなものがあり、当時の流行に沿っている。家の中で男性が帽子を脱ぐ習慣はまだ定着していない時代であり、男性もかぶったままである。帽子を脱ぐのは、祈祷の時、初めて食事をもてなす時、健康を祈って乾杯する時などに限られていた。ベルケマイヤーのグラス、1646年生。 女性が手にしているのは白ワインが注がれたワイングラスでグラスの形はドイツを中心に生産されていたベルケマイヤーに似ているグラスがやや緑色がかっているのもベルケマイヤーと同様であり酸化鉄が原因であるこの種のグラスのデザインは木製の杯を元にしたと言われておりまだフォークが普及する前の食事で指が滑らないように考慮されていたワインはビールより 高価なため洗練さを象徴しており、グラスを持つ女性の手つきも当時の作法によれば上品な形になっている。ベルケマイヤーを元に作られたとされるレーマーは、17世紀から18世紀のオランダの絵画で多く描かれた。二人が腰掛けている椅子の背もたれには、ライオンの頭部が彫刻されており、スペイン椅子と呼ばれる木製の椅子である。装飾がスペイン風であるためこの名で呼ばれたが、 ヨーロッパ各地で生産されていた。フェルメールは、ライオンの頭部の点描でも差し込む光を表現している。テーブルクロスは緑色であり、兵士の上着の赤色と対象をなしている。当時は、緑色の顔料が一般的でなく、黄色と青色を混ぜて作られた。フェルメールは、鉛鈴木を他の作品でも用いており、黄色は鉛鈴木だった可能性がある。 緑色は窓辺で手紙を読む女のカーテンなどにも見られる。壁に掛けられた地図はデリフトの地図制作者フェンベルケンドウイケが編集し、大手地図業者のウィレム・ヤンス・ゾーン・プランが1620年に出版した地図である。オランダ全土とフリースランド西部の新精密地形図と呼ばれており、オランダの独立戦争にあたる80年戦争を称えるために制作された。 地図がこの絵で担っている意味については、様々な解釈がある。地図の配色は、海が茶色、陸が青という反対の配色になっており、戦争が過去のものとなった点と、この絵に登場するような軍人の権威低下を象徴するという解釈もある。また、地図は世俗世界を表しているので、男女の男性という題材にも合っている。他方で、地図は、 軍事的に重要なものであり、二人の恋愛を先頭に例えているという説もある。17世紀のオランダは地図の制作が盛んであり、地図や地球には絵画芸術、地理学者など他のフェルメール作品にも見られる。同じ地図は聖意の女でも使われている。本作品では前述のように海が茶色、陸が青という配色になっているが、聖意の女では 配色が異なり、フェルメールが作品のテーマによって変えていたことがわかる。フェルメールの作品に共通する部分がある、ピーテルで方法のカード遊びをする二人の兵士とパイプを詰める女、光の表現が本作品に似ていると言われる、ヘラルト・ファン・ホント・ホルストの鳥文字女当時のオランダの風俗画では、兵士が女性に言い寄ったり支配を交わす場面は多かった。 一時期デルフトで暮らしていた画家で、方ホ,ホの1650年代の作品には、場面や登場人物が、兵士と笑う女に似ている部分がある。ただしで方ホ,ホが、人物や事物を多く描いて賑やかな空間を表現、したのに対して、フェルメールは、より静かな空間を描いた。兵士と笑う女では、登場人物の関係を知る、具体的な手がかりが少ない。当時の風俗画では、 男女関係や教訓の意味を示すために、竜とコイン、喫煙、犬などを使ったが、フェルメールは本作品でそれらを描いていない。また、身振りや視線などの判断材料も少ない。フェルメールは描くものを減らして簡略化するとともに、教訓的意味を希薄にした。そのため、同じく男女とワインを描いた、紳士とワインを飲む女や、二人の紳士と、 女と比べても日常性が強調されている。鑑賞者を誘導する要素が少ないため、二人の関係は決定していない状態にある。同様の傾向は、眠る女、音楽の稽古、合奏にも見られる。フェルメールが制作に工学機器を用いたかという問題は19世紀から論争が続いており、そのきっかけが、兵士と笑う女だった。1891年に、 版画家のジョセフ・ペネルは男女の大きさの違いは写真の効果と同じではないかと論じた。1946年にハイアット・メイヤーはとある画家が1755年にカメラ・オブスクラを制作に使ったという記録をもとにフェルメールも同じ機器を使った可能性があると論じた。1952年にローレンス・ガウィングは顕微鏡の発明者である。 アントニファン・レーウェンフックがフェルメールと近しい関係にあった点を根拠としてカメラオブスクラ使用説を唱えた。1971年に D.A. フィンクはフェルメールがカメラオブスクラで見た像を正確に写し取ったという説を出した。これに対してアーサー・ K. ウィーロックはフェルメールはカメラオブスクラの像をヒントにしてその特徴を利用したと反論した。 1995年にヨルゲンウェードムは、フェルメール作品では、当時の投資法が厳格に適用されていると分析し、カメラオブスクラの像を正確に映した空間ではないと、論じた。仮にカメラオブスクラを使ったとすると、当時は長商点で画角の狭いものが多かったため、大型のものを使った可能性がある。しかし、フェルメールの没後の財産目録には、カメラオブスクラはない。 増書はあったため、その中に投資法の理論書が含まれていた可能性はある。1682年には、デリフトの出版業者、ヤーコプ・ディシウスのコレクションとなっており、フェルメール没後の1696年5月16日に、アムステルダムで21点の作品が売りに出された時は、兵士と笑う女も含まれていた。売り立て番号は11。 価格は44ギルダーと記録されている。フェルメールの最も有力なパトロンだった、ピーテル・ファン・ライフェンに関連する作品だったと推測される。1861年には、リー・メイン・オーリングが所蔵し、1866年に、パリのレオポルド・ドゥーブルコレクション、1881年に、ドゥミドフコー、1891年に、ロンドンの SS ・ジョゼフコレクションの所蔵を経た。 その後、歌唱のノードラー紹介によって、フリックコレクションが1911年に購入した。フリックコレクションは、邸宅美術館であり、フェルメールの作品は3点ある。兵士と笑う女が展示してあるのは、階段ホールで中断されたレッスンと同じスペースにある。フリックコレクションは2006年現在、作品を貸し出さない方針のために研究される機会が少ない。 ありがとうございます。